皆さんこんにちは、樋口和彦です。本日はまあどういう話をしようかなと思ってたんですけど、まあこの間私のまあ残念のお話をしたと思うんですけど、まあちょっと今日ですね、まあちょっとこういう話をしようかなと思ったんです。それでまあ結局笛吹ネズミさんがまあフルートのレッスンをまあ1ヶ月で断ってきたっていう話なんですけど、まああれからまあ私いつもまあ月にまあ2回か3回ぐらいまあ暇な時は行ってるんですけど、小物の精神教団、まあこの前お話ししたと思うんですけど、小物観音っていうところにまあ足を運んでいます。で、小物観音っていうのはやっぱりその自分の力ではどうにもならないことっていうのは人生の中にあると思うんですけど、もうどうにもならないことっていうのがまあ誰でもあると思うんですけど、まあ私もその一人なんですけど、で結局まあ皆さんいろんなまあ悩みとかいろんな病気とかまあいろんな障害を持って見える方とかがまあよくそこで足運ぶところなんですよ。でまあ身の上相談とかもまあするところなんですけど、でまあ僕ももうそこに15年まあ20年ぐらいは行ってますかね。それでまあ前結局おばさんに乗せてってもらっとったっていう話もしたんですけど、でおばさんのまあ結局あれはまあ薬飲んどる時で入院する前で、まあ おばさんの車を蹴りたくっておばさんにちょっとまあ暴力振るってしまったってこともあったって話をしたと思うんですけど、でまあおばさんも結局怖いから二度とまあ乗せてくれないってことなんですよ。それでまあ結局まあそのおばさん自体もそこの小物観音に行ってまして、まあ初め連れて行ってもらったのはそのおばさんに小物観音に連れて行ってもらったっていう感じです。それで初め連れて行ってもらった時っていうのは今のまあ先生、今の館長先生とその教祖生、教祖っていうかな、今いる先生もう70ぐらいの先生が今メインでいつも宣伝してるんですけど、その人のお父さんが生きてた時に連れてってもらいましたね。でまたお父さんもと今のその館長先生、まあだから今の館長先生っていうのは前は副館長やったんですよ。前それでその館長先生っていうのが前のまあその今の先生のお父さんってことなんですよ。それで教祖先生っていうのはもう僕も知らないんですよ。縁もないし、まあ僕がもう来た時にはもう随分前に亡くなられてるからもう見えないそうで、結局はその元の教祖先生の力で、まあ僕がこうやって、まあ一応事故もなく、まあうまく今のところ行ってないんですけど、僕としては行ってないんですけど、まあ助けてもらってるみたいです。それ先生の力とかがパイプラインになってって感じですね。で、僕もどういう意味かちょっとわかんないんですけど、だから初め今の先生だから3代目っていうことです。それでまあ前の先生、今の先生がまあ今の先生お父さん生きてた時は副館長で、で前の先生は教祖先生だったんですけど、それで教祖先生はまあ80いくつやったかな、僕忘れたんですけど88か89で亡くなったっていう話で、まあ老衰やったっていう話みたいです。だからお父さんにも今の館長のお父さん、まあその人が館長やったんですけど、初め僕が会った時は、でその人かその今の館長先生が、まあ、息子なんですけど、その人にまあ拝んでもらっとったっていう感じです。まあ初めは3日ずつぐらいかやっとったみたいです。そのお父さんが3日やって、そのお父さんが何日だったかな、お父さんが確か3日やって、その 副館長っていう、まあ館長、まあだからお父さんが館長ですから、そのお父さんの館長がまあ3日ぐらいやって、その今の今
現在見える館長が、あの、副館長なんですけど、副館長が、まあ、二日雇ったっていう感じです。それで、まあ、もうやっぱり、都市でできなくなって、それで、今の、まあ、ややこしいんですけど、その時の、まあ、副館長が、まあ、館長になって、それで、まあ、結局もう、お父さんは亡くなられたから、今は、その今、前の副館長が、まあ、館長になって、その人が今、ずっと先例とか話とかいろいろ聞いています。で、僕も20年ぐらいか、まあ、その先生にお世話になっています。で、その先生は、まあ、嘘ではないと思うんですけど、ちゃんとした大学も出られてるみたいで、東京の学習院大学を出られてるみたいです。東京の学習院大学って言ったら、まあ、頭がないと、あと家柄がちゃんとしてないと、まあ、いけないところなんですけど、天皇陛下は、まあ、名誉で行ってるような大学だと思うんですけど、天皇陛下の人は。それで、まあ、この、今の館長先生も、前はの学習院大学を出られてるみたいです。まあ、本当かどうかわかんないですけど、まあ、本当やと思います。それで、今日は、それでまあ、その、何の話をしたいかと言いますと、まあ、昨日も、僕は小物の精神教団、小物観音に行っておりました。それで、まあ、なんで行ったかと言いますと、まあ、家におっても暇やからです。まあ、暇やで行くっていうのは、まあ、罰当たりとちゃうかとかって人が思われるんですけど、まあ、そこの人から言わせると、まあ、暇やったら来てもうてもええでなとかって言って、別に暇つぶしで来てもうてもええでって言われてます。それでまあ、本当に暇で、まあ、行ったんですけど、それでまあ、一日昨日いたんですけど、まず朝行って、まあ、僕は確か行って5番目ですかね。で5番目に、まあ、館長先生、まあ、話聞いてもらって、まあ、本題としては、まあ、この間の笛吹ネズミさんがフルートを1ヶ月で断ってきた話なんですけど、それでまあ、メールとかも見せたら、まあ、その館長先生が言って見えたのは、まあ、これはもうこれで終わりやろな、とかって言って。それで、やっぱり親がきちっとできやんもんで、その親も納得しとらへんし、それで本人は行きたいけど、そういうふうにごちゃごちゃになっとるで、それでこの先生は、もうそのごちゃごちゃに、ま、巻き込まれたくないから、もうこれで終わるんじゃないかなって言って。それでうちのお母さんがまあ手紙出してもらったんですけど、まあ結局帰ってこなかったっていう話なんですけど、返事が。それでやっぱり、もうそう決めちゃったんじゃないかなとかっていうのも言ってました。あと、まあ僕が視覚障害者で、教えるのは大変じゃないですか、視覚障害者の人って言ったら。まあ結局、その楽譜見えないから、まあ楽譜をまあ読んでもらったりとか、まあ音を教えてもらったりとかして、普通の人とは違うようなレッスンの仕方をするから、あとまあ時間と動力とまあ手間がかかるから、もうその先生も自分の手に負えなかったもんで、多分それで断ったんじゃないかなって言って。まあ、その親のこともあるけど、そのこともあるんじゃないかなって言ってました。それやっぱり、そのメールの感じを見ると、ここちょっと声出ないですね。今音楽やってるんでメールで出ないんですけど、申し訳ございませんが、よく考えましたが、私ではちょっと指導がうまくできませんっていうような感じのメールが来たんですよ。それで、で、このメッセージで終わらさせていただきますみたいな、まあメッセージが来たんです。まあ、もうびっくりしたんですけど、それで、やっぱり、家自体が反対しとるから、まあ、結局、まあ、そう賛成してないから、まあ、ややこしいこともなってもあかんし、やっぱり僕は目悪いから、それで、やっぱ教えるのに、テーマがかかるから、出るかな？出ると思いますけど、それで、まあ、断ったんじゃないかなって僕は思います。
それでまあ、まあ僕としてもまあ断れたんでもうどこもないんですけど、その先生も知ってるんですけど、まあこういうようなまあメールが来て、これも実際のメールですね。こういうメールが来て終わりました。まあそれに、まあ先生が、まあ僕のせいですかって聞いたら、まあ樋口くんには責任はないやろって言って。それでまあこの人が結局責任持って、まあ教えられやし、やっぱり視覚障害者教えるのが、まあ教えてみて大変やったで、結局断ったんだちゃうか、断ったんじゃないかなって言ってました。それで、まあ、まあ当たり障りのないようにしといた方がええって言って、まあ、あんまり不評みたいなんでコメントも出さん方がええって言ってましたので、まあ僕もありがとうございましたっていうコメントをまあ今日出してそれ終わったんですけど、それ事務所の方とかも、ここの観音の事務所の方にもよく話しとって、それでまあ京都の人にまたなられたらいいなと思っとったけど、やっぱりそういう結果になったから、まあだからその京都の先生自体も、だから、いい人なんやんって言うてたんですよ。いい人なんやんって。それで、なかなかそんなもんバス停まで迎えに行って、バス停まで送ってくっていう人なんておらへんでって言って世の中にって言われたんですよ。それで、まあ家の中でもいろいろ親切にしてもらって、それで、いろいろ、ズームの使い方とか、いろいろその iPad のその使い方とかもいろいろ教えてもらったんですよ。それで結構親切に、まあいろいろと、考えてくれる人みたいで、まあ、僕はこの人のどこにずっと行きたいなと思ったんですね。本当に夢のような時間で、それでまあ結構面白い人で楽しい話ともたくさんされるし、まあ怒鳴るってことはないんですけど、やっぱりこと細かくでいろいろ言われますけど、まあ先生としてはうまくなってもらいたいから私はこと細かく言いますって言ってました。まあいい人やなと思って。それで僕、まあ、あそこに行くのに、まあ、道が、まあ、難しいもんで、まあ、2回か3回ぐらい間違ったんですけど、そしたら、分かるまで、私が、送り迎えしますんで、って言って。それで、帰りもね、まあ、バス、京都のバスなんですけど、それで、いっぱいバスがね、来るもんで、いろんなとこ行っちゃうから、まあ、バス停まで送ってて、それどのバス乗ったらいいか、言いますわって言われて、それで連れててくれましたね。だから、2回ぐらいそれしてもらいました。本当にありがたかったですね。それで、まあ、今までのことを言うとあれなんですけど、まあ、三重県とか愛知県で、まあ、探しても見つからなかったって話をしたと思うんですけど、まあ、実は言うと少し一部の人は、見えない人でも、男性でもいいですよって言ってくれた人はいたんですが、無理だったんですよ。で、電車では2時間ぐらいで行けるんですが、そっから歩いて20分とか、で、バスが本数がないとかね。で、バスはあるんやけど、まあだから知らないとこやもんね、結局。だからそれで自分で調べるのもまた大変なんで、それで、自分で調べてきてくれますかって言われたもんで、調べようがないんですよ。それで、町とか何町とか、住所とか言ってもらうんですけど、もう分からなくって、それもしバスの運転手に言っても分かんのかなとか思って、多分それバスの運転手も停留所に泊まるようにしかなってないと思うんで、住所まで分かんないんですよ。で、そこの人が言われたようには、まあ、うちに来てもらうには、まあ、車とかタクシーで来てもらった方がいいですよってもんで、いやー、タクシーも、ちょっと乗ったら2000、3000取られるじゃないですか。で、結局、そこ行くのにでも、まあ、言っとくんですけど、岐阜のね、蟹の方です。蟹市の方なんですけど、まあ、電車で結局、まあ、近鉄1時間名古屋まで乗って、で、名古屋から、また、犬山線という名鉄の圧乗って、1時間ぐらいかかって、だから2時間ぐらいかかるから、それで交通費とかも高いですからね、線が、近鉄線
ばっかりじゃないんで、近鉄で名鉄線なんで、また別々の、交通費がかかってくるから、まあ、名古屋まで840円するんですよ。それで、名古屋からカニまでは880円って言ってましたから、まあ、往復考えると、まあ、3600円ぐらいはいるかなって。それに、またタクシーとか考えたら、もうものすごい値段になってくるんじゃないかなと思って。それタクシー、それバスに乗ったとしても、まあ4000円ぐらいはいるんじゃないかなと思って。それにまたレッスン代がいるから、レッスン代はなんか45分3500円とかって言ってたんですけど、まあ値段もなんか中途半端な感じもするけど、それで男性の方で教えてくれるって言ってたんですけど、まあでもその人もわかんないですよね。また一回教えてみてあかんとかっていう、まあ無理やでっていう可能性もありますから、だから全然知らないとこ行って、まあいいですよって言って言われても、いや結局、まあ、またあかんのちゃうかって言って頭になるじゃないですか。また途中であかんって言われたら、それどうにもならないじゃないですか。それで結局、それポンと切られたら終わりじゃないですか、電話。それでまた自分で探さなあかんことになるから行っても結局、まあ、どうにもならないっていうし、それで結局、そのバス停もわかりませんから、それで、ようわからないバスなんで、多分岐阜バスなんかな、あれ。わからないですけど、岐阜バスか、コミュニティバスか、まあ、名鉄のバスが走ってるかと思うんですけど、まあ、ちょっと僕にはよくわかんないですよね。それで、自分で来てくれって言われたもんで、まあ、確かにそうですよね。大人なんで、まあ、責任持って自分で来てくれっていうのは、まあ、わかるんですけど、でも言うたんですよ、目が悪いもんでって言ったもんで、いやすいません、こっちもいろいろ教えとって忙しいんですわって言われて、まあそうやって言われてもそれはしょうがないなと僕思ったもんで、まあちょっと考えさせていただきますって言って、まあ電話切ったんですよ。もう遠いからもういいですわって言わなかったんですけど、いやもうちょっと考えさせていただきますって言って、すいませんって言って、まあ電話を切ったんですけど、そういうとこばっかりやったんですよね。そういうとこばっかりなんです。だから名古屋の駅の近く、まあ言うとった名古屋音楽大学の近くにもそういう、まあ個人で教えとる家はあったんですけど、バスは近くとか言ってたんですけど、目が悪いとかよう教えられやんとかね、まあこの間言うとったように、それ男性やで怖いって言うとか、それうちでは旅行してもらったら著作権のためにできゃ、してもらったら困るんですわとかって言われて、メールしてって断ってきた人がいたんですけど、まあ、名前は言えないんですけど、そういうのもあったから、だからダメなんですよね、結局は。それまた、やったらやったで、それでまた結局、やっぱ無理でしたわって言って、ちょっと難しそうですわって言って、まあまた断るんちゃうかなって僕思ったんですよ。もしあれやったとしても、それなんか、目が悪いって言ったら不安そうな声で言ってたんで、いや、うちではちょっと難しいんとちゃいますかとかって言うもんで、でもそれでもやってくれてもええやんかなと思ったんですよ。国立音楽大学とか大阪交響楽団に入っとったんやったらできるんちゃうかって僕思ったんですけど、だから結局、その視覚障害者を見たことないし、で、その先生もなんか他の先生になんか相談したみたいで、で、やっぱりやめといた方がええんとちゃうかって言われて、それで、まあ、こうやってメールで送らさせていただきまして、それで断らせていただきますって言って、だから他の人も、だから視覚障害者を知らないし、教えたこともなかったもんで、そうやって言ってきたんじゃないかなって僕は思いました。嫌ですね、本当に。ねえ、辻信行さんとか、和波さんとかっていうプロの方も見えるじゃないですか。それで、素人は、音楽、視覚障害者の素人は音楽やってはいけないんですかね。なんかそんなような感じがするんですよ。それでね、まあ僕はもうフルートは多分もう二度ともう無理かなとか思うんですよね。まあやりたいんですけど、それでまあフルートもまあなくなりましたし、まああったとしても習うとこありませんから、まあ責任持って教えてくれる人っていうのはそんなおらんのじゃないかなと思ってて。で、今までも、まあ、責任持って教えてくれますとかって言うたけど、結局ダメになるじゃないですか。結局そうじゃないですか。用事があるとか、結局視覚障害者で自信がないとかって言うて。だから困るんですよ。
それでまあ今日はまあ言ってもいいって言われてましたので、まあ、あの動画でちょっとお話ししておきますと、あの、まあ、三重県と、まあ、愛知県の方なんですけど、視覚障害者の方、まあ、ちょっと切り取りますけど、黒沢音楽教室とはこれ旅行禁止なんです。まあ、言っときます。あの言ってもいいって言われてるので、旅行禁止です。それであのクラムナージ音楽教室、まあ、これも言ってもいいって言われてますので、それクラムナージ音楽教室もあの見えやん人自体も断るらしいので、あの聞いたらそれで僕教えてもらえるのかなと思ってたんですけど、5日後に電話かかってきて、それでうちら視覚障害者の人はちょっとやっぱ無理ですって言って対応できませんって言って、それで僕以外の人でもどうですかって言ったら、いやちょっとそれも難しいですとかって言われて、それで視覚障害者の用の教え方がわからんって言って、でうちでは旅行してもらったら困るでって言って、旅行を嫌う先生ばっかりなんでって言って、そしたらどうやってレッスンすればいいんやって僕は言うたんですけど、やっぱり結局そもそも目の見えない人を教えるってことがまあ無理っていうのははっきり言ってましたんで、それ人に言ってもらってもいいって言ってましたんで、まあここで言っときます。あとまあ皆さんどうか、まあホームページでいろいろ調べたらわかると思うんですけど、徳川ミュージック園もダメですからね。で、徳川ミュージック園は、まあ、どういうふうに、まあ、逃げたかと言いますと、まあ、一応、電話で問い合わせまして、まあ、一回ちょっと講師の先生に聞いてみますわ、とかって言われて、で、また、10分後にまた電話があったんですよ。すいません。申し訳ないんですけど、目の悪い人をよう教えないって言ってましたんで、って言って。それで、教える自信がないから、断っといてくれ、って言って、いう電話がかかってきたんですよ。それで、なんとかしてくれませんかって言ったら、あの、うちでは視覚障害者に対応できませんので、よそ行ったら見つかりますので、よそを探してくださいって言って言うセリフやったんですよ。それで僕も、なんとかしてくれよなと思ったんですよ、そこで。で別に他のとこ行けて、他のとこ探してくれたのに、それほれもその自分で探せっていう感じやったんですよ。あ、他のとこ行って他のとこに見つかるからって言っていうことを言われました。これはもう事実なんで、あと次はあのカノン音楽教室、さっきの徳川園っていうのはまあ大曽根あの名城線の大曽根の駅の近くって言ってました。それでカノン音楽教室、まあ去年まあ問い合わせて、まあ結局、あの視覚障害者の人は今まで来たことないし、教えたことないっていう前に、うちはいろいろ荷物が置いたんで危ないん で、視覚障害者の人は何かあったら困るんで、あの責任取れませんからって言って。それで初めは、一回聞いてみますって言って。でそれもまた5分くらいでしてから電話かかってきて、視覚障害者の人に教えられるとか教えるとかそんなんじゃなくって、うちにはいろいろ荷物が置いてあって危ないから、来てもらったら困りますんで、怪我されても困るんで責任取れませんから、うちは来ないでくださいっていう言い方だったんです。来ないでくださいっていう言い方はまずいんですけど、まあ、そういうような、まあ、早く言ったら言い方ですね。あと、名古屋音楽学校栄にあります。それはあの名古屋音楽学校、まあ音楽教室なんですけど、一般のそれであの名古屋芸術大学ってまあ皆さん知ってると思うんですけど、で名古屋芸術大学の系列のあの名古屋あの名古屋音楽学校って言うんですけど、そこも聞いたんですよ一応。それでまあ今までに視覚障害者を教えたことないっていうでもないし、その人も見たことないで、でやっとる人も見たことないでって、そこの人も言い出して、それで一週間ぐらいして、それで一週間の間もまた電話かかってきて、それでいろいろ聞いてきたんですよ。それで、もうちょっと待ってくださいって言われて、まあ一週間後にまた電話かかってきたんですけど、まあ答えといたしましては、かかってきたのはかかってきたんですけど、やっぱり、講師は、にいろいろ聞いたんですけど、やっぱり視覚障害者の人を教えるというのは自信がないし、教え方がわからんで、それで結局不安やで、まあ、すいませんけど、お断りしますって言って言う電話でしたね。
それでまあここの方もまあ言ってもいいっていうことを言ってたので、まあここでまあお話ししますけど、それでそこのまあ偉いさんが出てきて、そうやって言ってたんですよ。それで去年やったんですよ。それ今年も京都行く前にも一回もう一回出ましたんですよ、名古屋音楽学校っていうところで。それやっぱり同じ答えで、それで前も僕ここでもお話ししたと思うんですけど、それ音楽やってる人っていうのは、まあ音楽大学とか音楽大学出てない人とかもいると思うんですけど、プロで、それで音楽大学出てるからって言ってプロになれるわけじゃないとも言われてるじゃないですか。それでそこの名古屋音楽学校っていうのは、まあ名古屋芸術大学のまあ系列ということで、それでそこの偉いさんにちょっと言っちゃったんですよ。ちょっと聞きたいんですけど、やっぱりプロっていうのはやっぱりその大学出ないとなれないんですかって言ったら、そうですね、プロは大学に行った方がなりやすいですよって言って、それでそこに特別コースみたいなのがあったんですよ、1万円ぐらいするやつ。でそこのレッスンのコースっていうのは1時間のコースがまあ2回で1万5300円で、それで1時間のコース1回1万1000円っていうのがあったんですよ。それで1時間コース1万1000円っていうのはなんかマスタークラスとか大学の人が習うとこみたいで、それで僕言うたんですよ、これではダメなんですかって言って、この1時間 1万1000円のところで教えてもらったらできないんですかって言ったもんで、これは一般の方は習えないんですって言って言い方されて、それこれは大学に行ってる人とかマスタークラスの人ですとかっていうもんで、でもこれメイフィルの人ですよねって言ったら、そうですけどうちはそういう感じなんでって言って、僕言うたんですよ、そこで、これってプロになるためのどこの人が習うんですよねって言ったら、はいって言ってたもんで、でもプロってでも大学に行かなくてもなれるみたいですよって僕話したんですよ。でそういう人も僕何も見たことありますけどって言ったら、そこの偉いさんが、いやプロになるためには大学出た方がいいですとかっていうもんで、でもなれない人はばっか多いですよって言ったら、いやそんなことないですって言ったもんで、それで結構それで揉めちゃったんですよ。それでまあ、名古屋芸術大学、まあ、先の目の見えない話をするんですけど、名古屋芸術大学はなんか見えない人でもなんか教えてくれるって言ってましたよとかって言うたら、入れるみたいですよって言うたもんで、その人が、じゃあ名古屋芸術大学に言ったらどうですかって言って、それはまあ無責任な話をしたんですよね。それで、まあ、名古屋芸術大学にも問い合わせたんですけど、一応系列は一緒やけど、こっちから言うことはできないって言って、また変なこと言い出したんですよ。言うてくれたらええのに、視覚障害者の人でも教えてくれって言うてくれたらええのに、その大学は。それもしてくれなかったですね、系列でも。だから、僕はびっくりしましたね。だから、名古屋芸術大学自体は、その、今まで視覚障害者の人を、は、受講されてる人は何人もいたそうです。それでまあ名古屋音楽学校はうちのまあ系列なんですけど言う権利がないんで言えませんとかって言って言ってくれたらいいのに。でまあそういうことがありましたね。だから栄に名古屋音楽学校ってのはまあありますんで、それでまあホームページとかでも調べたら出てきますので、まあそんな値段もそんな安くないし、まあ名古屋でまあ1時間8000円ぐらいはするんじゃないかなって僕は思ったんですけど、言うたんですけど、まあ今まででもフロート以外に目の見えない方って聞いたことあるんですかって言ったら、それでまあこの間その偉いさん、まあでも偉いさんがその大学に行かの意見っていうことをもう僕に言ったことでも、まあ僕言うたんですよ、名古屋芸術さんがその話をしたんですよ。そしたらすいませんでしたって言って、それでさっきのやつ戻るんですけど、その名古屋芸術大学のが系列なんで、それ名古屋の学校っていうのは、でそこの人にその名古屋音楽学校の偉いさんから
大学出とらんなのかプロになれやみたいな言い方しとんでって言って言うたんですよ。で、そんな言い方おかしいよねってもう言うたんですよ。おったら、大学行かんとプロに行けならねえのかとかっていう言い方にしか聞こえないんですけどって言ったら、そうですよねって言って、樋口さんの言ってることが正しいですねって言って、まあ、名古屋芸術大学のその係の人は言ってましたね。それで、まあ、注意はしとくみたいで、それでやっぱりね、それ電話したらね、ヘコヘコしてましたね。もう、そこの、名古屋音楽学校の人が、いや、なんかもう変なこと言うたみたいで、と思って、やっぱものすごいヘコヘコしてましたね。多分なんか言われたんでしょうね。でも、まあ僕、それで言うたんですよ、なんか関西地方とか京都の方では、なんか視覚障害者教えてくれるのがなんか多いみたいですよって言うたら、いや、それはでも関西地方のは、まあ視覚障害者に対して対応できると思うんですけど、うちではその対応できるようなスタッフがいないもんで、って言って、まあこれからの課題なんですけどって言うてたんですけど、まあ面倒な人を、まあ僕は教えないでしょうね。手間かかりますから、はい言うたら。まあ悪いですけど、やっぱりその、この間撮ったその笛吹ネズミさんとまあ同じなんですけど、まあ笛吹ネズミさんはまあ親切で一緒なんですけど、この名古屋音楽学校は、まあ初めから視覚障害者自体が無理やって言うとるみたいな感じに聞こえたんですよね。それそういう人今まで見たことないし、やっとんのも見たことないって言ったんですよ。それプロの人で辻井信一さんとか、まあピアノでやってるってのは知ってるみたいですけど、あの素人で音楽やってる人をまあ見たことないし、ここへ来たことないし、そういう人を見たことないって。それで教えたこともないからって言って。それでもう言うたんですよ。教えたことないったらそんな、ずっとそれなんかって言うな。それで、経験もせんのかって言ったら、いや、うちはもう対応がもう難しいもんで、ね、勉強も不足なんでって言って、それはうちの課題ですって言って、まあ、この間、ね、大学に行かなプロになるやんとかっていう人がそうやって言い出したもんで、いや、まあね、もっと説得力がないですよね、本当にね。その人たちが説得してくれて、視覚障害者教えてくれてもいいのに、なんかおかしいですね。だから名古屋音楽学校っていう看板はあるけど、まあ視覚障害者はまあ無理なんですよ。まあ言ってもいいって言われてますので、そこもまあ無理です。まあ皆さんね、よかったらまあ言ってもらったらと思います。あと、まあドルチェ楽器は視覚障害者はいいっていう話なんで、まあ値段がちょっと高級なんですけど、で村松楽器もまあ、いいみたいなことは言ってましたので、まあ相談してもらったと思うんですけど、まあ値段がまあ高いので、まあちょっと考えないとダメなんですけど、っていう感じなんです。それと前、言いましたかね、まあ三重県の、まあこれも言ってもいいって言ってますので、言っときます。三重県のうちの近くの朝日楽器っていうのがあるんですよ。朝日楽器。鈴鹿四日市とかに、ある朝日楽器なんですけど、それうちの近くのあの鈴鹿ハンターのところにも入っている朝日楽器っていうのがあるんですけど、ハンター教室。それでまあそこで電話したんですよ。それで大久保って言ってましたね。それ名前出してもいいって言われてますので、それでその人が初め女の人が出てきたんですよ。それでフルートをまあレッスン、個人レッスンありますよって言って言われて、それでうちでは40分3回か4回で1万円じゃない、9000円って言うんですよって言われたもんで、いや、安いなって言ったもんで、それで、視覚障害者でもいいですかって言ったら、いや、ちょっと聞いてみないとわかんないんですけど、ちょっと待っててもらえますかって言って、まあ女の人に一回電話切ってもらって、それで、まあ夕方頃に電話かかってきたんですよ。それで今度は男性やったんですよ、電話。それで男性で、その、責任者先ほどと大久保っていう人が電話かかってきて、それで、ヒューさん、一応その昼の話をちょっとお聞きしたんですけど、うちでは、発達障害の人は教えとるけど、視覚障害者の人を今まで教えたことないし、そういう例もないし、それでそういう対応ができる人おらんで、それでうちでは無理やでって、言うたんですよ。それに、旅行してもらうと著作権が問題やで、で旅行とかもしてもらったら困るんですわって言って。それで、まあ、そうやろなって思ったんですよ。まあ多分、
そうかなと思ったんですよ。で、なんか嫌な予感もしたんで、まあ昼頃にちょっとまあ取り組めますかって言われて、ね、3時間4時間、確か僕大阪に出かけてた時なんですけど、確かパールフルート行こうと思って。それで、電話かかってたんですよ、夕方に。おじさんそういうことを言われて、それで僕言うたんですよ、それっていうのは差別ですよねって言ったら、発達障害の人は教えるんでしょ、それ視覚障害者は教えてないって、それどういうことですかって言ったら、いや、そんなヒューさん、差別ではないですかって言うんですよ。差別ではないですって。差別ではないですけど、まあ、うちは発達障害の人は教えられるから対応できるけど、視覚障害者には対応できないんですって言って。え、じゃあこれからも対応せんのかって言ったら、はいって言ったもんで、おかしいですねって僕言うたんですよ、本当に。それで、ね、もうね、話しとってもあかんなと思って、もう電話来たんですけど、いや、またこんなこと言う人がおんねやなと思って、それで、視覚障害者やっぱり対応せんし、視覚障害者の人今まで教えたことないでって言って、それでまあその人に言うたことが、まあめっちゃくちゃ呆れましたね。それでその人自体は僕言うたんですよ。これ他の人に流してもいいですかって言って、視覚障害者の人に言ってもいいですかって言ったら、はい、言ってくださいって言って。え、まあうちは本当に視覚障害者の人は対応できないんで、言ってくださいって言って、言うやつだったんですよ。あと、まあ、ちょっと、今ちょっとパールフルートの話もしたんですけど、大阪にあるパールフルートギャラリーっていうのが、もう行ったんですよ。去年の7月頃ですかね。それで、まあ1時間6000円でレッスンしてくれるっていうことで、それうちは入会金も取らへんって言ってたんですよ。それで僕、一回見に行こうかなと思って、それで見に行って、でそのそこの偉いさんとちょっと話したら、僕言うたんですよ、すいません僕視覚障害者で目悪いんで旅行とかしてもいいですかって言ったら、すいませんヒューさん、視覚障害者の人ここ来たことないんですわって言って、それに講師がそんな教えたことない で対応ができたんでちょっとうちら無理やなとかって言われたんですよ。それで教え方も分からへんと思うでって言って。それ、そのも先生に聞かんと、そこの偉いさんの判断やったんですよ。それで、ヒューさん、旅行は犯罪ですから旅行してもらったら困りますって言って。って、ものすごい強い口調で言われたんですよ。それ強い口調で言われる僕の筋合いないんですけど、でも、見やんだら旅行せんと無理ですよねって言ったら、いや、それは分かりますけど、うちでは、見えやん人を教えたこともないし、それ見えやん人がそんなフルートやっとんのを見たことないでって。それで見えやん人に対して、うちは対応は知りやんで、うちでは無理やってって。おいおいと思ってね、またこんなこと言うんやなと思って、パールフルートって言ったら、フルートとか打楽器作ってる会社みたいなんですけど、ってこんなこと言うんかなと思って、大阪のとこだと思って。それ僕何回も言うたんですけど、何回も言ってもらっても同じなんで、うち行ってもらってもダメですって言って。それで東京のもうパールフルートって名古屋、大阪、東京にあったんですけど、それ名古屋はなくなったみたいですけど、それちょっと東京にも電話したら、やっぱりそういう人は対応できやんって言っていう同じ回答やったんですよ。まあでもね、本当のことなんで、まあ言ってもいいかなと僕思うんですよ。それ名前出してませんから僕は。一応ホームページには出てますけど、まあ聞いてみないとわかりませんけど、その時の感じで。まあ対応が変わってるかわかんないですけど、まあ多分ね、変わってないでしょうね。この間も出ましたら、あ、樋口和彦さんですか？樋口和彦さんはちょっともうお答えしますとかって言って。っていうのは見えないって言ったから、知ってるからなんですよ。僕ってカード大きいから、まあ、すぐわかるっていう話をこの間したと思うんですけど、結構覚えられてるもんで、だからまあ、ブラックリストに載ってるのかもしれませんね。だから、他にもね、まあ、いろいろ
音楽教室探したんですけど、個人の音楽教室かなと思って、まあ、あるところ、まあ、4、5件ぐらい電話したんですけど、どうやらヤマハの音楽教室が入ってまして、それで、まあ、いろいろ僕聞いたんですよ。ヤマハの音楽教室っていうのは確か教本があって、旅行したらあかんのですよねって言ったら、いや、旅行はちょっと、うちではちょっとわかんないんですけど、教本は、ヒグさんに言われた通り一緒ですよって言って、多分全国一緒なんで、それで値段的にもそんな変わんないと思いますよって言って言われたんですよ。それで多分旅行あかんねやったら多分うちでもね、ダメやと思いますわって言われて、それで僕ちょっと聞いたんですよ。視覚障害者なんでさって僕。で、生まれつき目悪くて視覚障害者で目悪いんですわって言って言ったんですよ。それで、やっぱりすいません、うちでは視覚障害者の人来たことないんですわって言って。それまあ断る理由はないんですけど、先生に聞いてみないとわかんないですけどっていうまたあれあったんですよ。でも、先生に聞いてみるっていうよりか、聞かんでも、やってくれてもいいのにねって僕思うんですよ。で聞く必要もそれあるのかなと思って。まあ確かに、その、小物の観音さんの、まあ言う通り、館長先生の言う通りなんかもしませんけど、視覚障害者の教えるのはやっぱり手間がかかるぞって僕に言ってたんですよ。それ難しいぞって言うとったけど、それで やっぱりでも、ね、同じ人間でしょやっぱり。視覚障害者も、まああと身体障害者の人とか、普通の健常者の人って同じ人間じゃないですか。で、障害があって、たまたま生まれてきて、自分で望んでないけど、そういう障害を持って生まれてきてるじゃないですか。それも僕もその一人なんですけど、で、僕も親を、まあ、恨んだことあるんですけど、まあ、結局、まあ、親の責任でもないのかなって思っています。今思うんですけど、まあ、親のせいとはもう言いたくないんでね、もうこの年になってそれはダメなんですけど、まあ、これは僕の生まれ持った運命なんやなっていう感じがしました。だからもう諦めるんですけど、だから結局諦めてもは世の中はまあ結局そういう風にしか見てくれないんですよね。まあ初め見てくれたのに、まあ結局まあ初めからまあ無理やろっていう頭になるんですよ。それで結局視覚障害者の人っていうのは世の中に 15% ぐらいいるみたいです。障害者か。障害者っていうのは世の中に 15% ぐらいはいるそうです。だから日本でもそのうちに入ると思うんですよ。で、アメリカでも入ると思うんですよ。で、まあ皆さんApple、有名な Apple、それ iPhone とか iPad、それ僕も今使わせさせてもらってますけど、で、これが、ボイスオーバーが、まあ、もともとなかったんですよね、これ、できたとき。で、僕も、その時はまだ持ったことないですけど、これ最近持ったんで、なんか、シリに聞いたら、2012年からなんか、アシスタントやっとるって言って。アシスタントはいつからやってますか？それはできません。シリはいつ生まれたんですか？昨日よりも1日分と年を取りました。シリはお年いくつですか？私にはどうお答えすればいいのか分かりません。何か他にお手伝いできることはありませんか？で、ちょっとね、アップデートの関係であんま言わなくなったんですけど、この前までちょっとね言ってくれてたんですよ、いつ誕生したって言って。まあ約10年前みたいです。で、その時にボイスオーバーがあったことはどうかは知らないんですけど、ボイスオーバーも結構前からあったみたい で、このボイスオーバー機能があって、まあ、視覚障害者っていうのは使えるんですけど、これっていうのは、やっぱりその使っとる人が要望を言ったから、こうやってボイスオーバー機能とか Siri っていうのが使えるようになったみたいです。まあ Siri もなかったんじゃないかなと僕昔は思うんですよ。それでボイスオーバーって言って、まあ、ここでも動画出させてもらったんですけど、その音声が喋ってくれるってやつなんですけど、あれは、アメリカの人がね、言ったんじゃないかなって言われてます。アップルっていうのは、まあ本社はアメリカにあると思うんですけど、そのアメリカの人が結構言うと強いみたいです。要望言うと。だからアメリカの盲人の人が、その盲人でも
盲人という言い方しちゃダメなんですけど、あの視覚にまあハンディキャップ持ってる人が iPhone も視覚障害者にちゃんと使えるようにしてくれって言って言ったからと思うんですよね、アメリカの人が。それ結構それアメリカの人が言うことってのは結構通るみたいで、それ最近ディズニープラスっていう今月々今908円ですかね、今も私も撮ってるディズニープラス、あれもボイスオーバーが以前まで入らなかったんですよ。あの去年まで入らなかったんですけど、で今年新しくアップデートされて新しいアプリが、まあ、ディズニープラスのアプリができたと思うんですけど、あれも今ねボイスオーバーがもう全部聞こえるようになって全部説明も読んでくれるようになりました。で前はねあの iPhone、iPad のディズニープラスの操作全くできなかったんですよ。それでちょっとねその Apple TV の方ではまあ、読んでくれてったとこもあったし、まあ、Apple TV はまだ読んでくれとった方なんですよ、ちょっと。でも操作がちょっと難しかったんですけど、それで画面の、あの背景とかもだいぶ変わっちゃったんですよね、その、再生するときの画面の背景。それで著作権の関係でちょっと見せられないんですけど、見せできないんですけど、あ、でも僕、だからその iPhone、iPad では Disney Plus は、ボイスオーバーの場合は無効になって使えなかったんですよ。で僕も初めは iPhone、iPad でディズニープラスを操作するのはまあ諦めとったんですけど、なんか4月になったらなんか使えるようになりまして、ちゃんと説明とかもその iPhone、iPad で読んでくれるようになりましたから、映画の内容とかシナリオとかも読んでくれるようになったんですよ。それで、まあ、これも、まあ、視覚障害者支援センターの人とかにもよく相談するんですけど、アプリ、によって視覚障害者が使えないようなアプリがあるっていう話をよくしたことあるんですけど、まだまだ使えないものがいっぱいあるみたいですけど、ディズニープラスの話をしたら多分アメリカの人が言ったんやろなって言って、でディズニーっていうのはもともとまあアメリカが発祥のものやと思うんですけど、東京ディズニーランドとか、まあ、ディズニーシーとか今日本にあるじゃないですか。それもともとはオリエンタルランドっていうのがまあしてるんですけど、もともとはアメリカがのが発祥の地じゃないですか、ディズニーっていうのは。だからディズニー映画でも日本では日本語喋ってると思うんですけど、日本語の言葉ではないんですよね、本当はね。アメリカの英語の言葉で喋ってるのが本当のディズニーのまあ映画なんですよ。だから、ディズニーランドとか、ディズニーシーがあるかとか知らないですけど、ディズニーランドとか、アメリカに行くと行くそばあるじゃないですか。で、キャラクターとか喋っとっても多分あれは英語で喋ってると思いますので、英語はまあ本当の、そのキャラクターの声だと僕は思うんですよ。で、皆さんね、日本人なんで、まあ日本語の言葉で聞き慣れてるんで、まあこれが、ミッキーの、言葉何やってるって思うんですから、日本語で喋ってるじゃないですか。ミッキーとかドナルドとか、チップとデールとかが、よう、日本語で喋ってるじゃないですか。それ、あれっていうのは、まあ日本のまあ声優さんとかがまあ喋ってるんですけど、まあもともとはアメリカなんで、アメリカで英語、本場は英語で喋るから、まあ英語なんですよね、本当は。でも英語で喋られると日本ではもうわけわからなくなるし、まあ子供とかもまあ全く見なくなると思いますので、まあ日本語で喋ってくれてると思うんですけど、だからそのディズニーは、国民的なヒーローみたいなもんなんで、ああ言うたら。それで、まあ子供から大人まで楽しめるものなんで、それにやっぱり視覚障害者も楽しめる権利がちゃんとあるじゃないですか。同じ人間なんで。だからアメリカっていうのは、なんかその自由の国って言われてるじゃないですか。だからアメリカの人がそれを言うと、結構聞いてもらえるみたいで。だから、ディズニープラスはだからまあ音声がまあ対応してますから、まあ皆さん見れますからね。それで最近は、ディズニーの番組だけでは、やっぱり、借りられてますから、洋画とかも、なんか最近見れるみたいで、それで、エイリアンとかも、まあ、子供にはあんまり良くないんですけど、プレデターとかもなんかあるみたいなので、まあ、皆さんよかったら見てください。まあ、でも、908円たら、でも安いですよね、あんないろいろ見れて、それで、今まで見てきた映画もね、なんかちょっと見れるんですよ。それで、まあ、ハリーポッターは出てこなかったかな。ハリーポッターは出てこなかったみたいですけど、
あと何が出てたかなと思って、ハムナフターも出てこないですね。だからその映画によって出てくる出てこないがあるんで、まあそれはしょうがないんですけど、まあ結構ね、日本の映画とか日本の番組も結構ディズニープラスで出てるんですよ。それで、まあディズニーに関係してない番組もいっぱい今は見れるみたいなので、だからディズニープラス980円は今安いと思います。それでまあ4台までね、1人のアカウントでまあ 4台までまあ見れるっていうことなんで、まあ値段安いと思います。で、ワウワウも私前撮ってたんですけど、いくらやったかなで、2000いくらやったと思うんですけど、うん、あれは、ね、で、ワウワウっていうのは、その時にその番組を見て録画しないとそれ見れないですから、それで、こういう動画配信サービスっていうのは自分の好きな時間とか自分のね、見たい時に見れるものやし、あ、ここから見たいなって言ったらパッと早送りして、それでまた戻したりもできますから、それで字幕なしとか字幕ありとかいろいろ、それで英語音声とか、その DVD みたいな、とかブルーデイみたいな、ああいう映画の感じみたいな設定ができると思うんですけど、いろいろ。だから、まあ見たい時に見れるし、見たくない時に見なかったらいいんですけど、まあそういうのがありますよね。まあちょっとディズニーの話にちょっとなっちゃったんですけど、日本はなかなかまあちょっとぐらいはまあ日本人がまあ、よう使う人が多いんかな、今。でも世界ではどうなのかわかんないですけど、まあ日本人は使う人が多いんじゃないかなと思うんで、最近は日本の要望とかもまあ聞いてくれるみたいで、まあ、このね、このホームボタンをなしの、あ、逆さまやな。このホームボタンの、今これホームボタンがあるんですけど、これ SE2 なんですけど、ちゃんとホームボタンがあるやつを、一台ぐらいで、視覚障害者も使えるやつを作ってくれって言って、やっぱり要望しとったみたいで、それでだから今度 SE3 っていうのが、今回4月に出たじゃないですか。だからそういう声があったから多分出たんじゃないかなって思うんですよ。ホームボタンだけでも残そうと。だからボタン自体は、だからこれ、ボタン自体は4つしかないですね。それ4つとなんかちょっとしたこの、なんかマナーものにするかなんかよくわからない出番があると思うんですけど、まあ、このボタンはまあ残してくれたみたいで、で、まあ最近の12とか13とか、今最近だったら14ってちょっと高いのが出たと思うんですけど、あれホームボタンないですから、まあ別に僕はあれでも使えるんですけど、iPad Air 使ってるんで使えるんですけど、まあ、値段がね、まあ、こっちの方が安いですから、この SE の方が値段安いですから、まあ、僕はこれでもいいかなと思ってますけど、まあ、その別の高いの買わんでもいいかなと思ってますけど、もったいないんで、それで5年ぐらいしか使えませんからね、アップデートできませんから、っていうことです。まあ、さっきのね、まあ、長いんですけど、習い事に戻るんですけど、まあ、だから、この世間っていうのは進歩はないですよね。だから、まあ、いつも支援センターの人からいつも言われるんですけど、いや、ヒューさん、フルートだけでええやんにって言って。それで僕、最近、盲導犬も取るけど、どこも、入れてくれるとこもあるけど、それで拒否されるとこもあんねえでって言われて、え、そんなことがあるんですかって言ったんですよ。それで、タクシーでも拒否されるし、それで、スーパーでも入れるとこと入れないとこがあるんやわとかって言うて、それ飲食店もあかんとこもあんねやって言って。それイオンモール自体は盲導犬連れて入れるみたいやけど、その中の専門店街とか飲食店とかスーパーはなんか入れないときがあんでとかって言うて、いうことを言ってました。まあスーパーイオンなんで多分入れてくれるかと思うんですけど、うちの近くのまあ某スーパーはね、なんか入れないっていう話も聞いたことあります。某スーパーですね。まあ、スーパーさんしですね。まあ、近くのやつスーパーさんしとかは、なんか入れないという話なんで、まあ、言っといた方がいいですね。まあ、そしたら入れてくれると思いますので、まあ、客のユーザーが去って言ってるんで、僕は盲導犬は、まあ、おかげさまでまだ見えてるんで、まあ、入れませんけど、まあ、盲導犬持ってる人は入れてあげてくださいよ、本当に。
盲導犬助けてもらうために生活してるんやで、で盲導犬と共じゃないとダメじゃないですか、買い物で。で、買い物で盲導犬ダメですとかって言って、盲導犬外で待たしとけじゃないじゃないですか。で、盲導犬と、そのね、連れてってもらう人は一体なんですから、店の人は入れてあげないとダメですよ。それで、なんかその、なんでスーパーに入れてくれやんのかっていうわけは、まあ友達が言うとったんですけど、多分、盲導犬っていうのは、まあ見たことない店員が多いもんで、その中に入ってって物を勝手に食べたりとか、まあ言ったら、まあ、そうそう、まあ、おしっことかうんこするんじゃないかなって言って、そうやって思っとんじゃないかなって言ってました。まあ、そんなことはないんですけど、ちゃんと飼い主さんがちゃんと面倒を見てちゃんとしてますから大丈夫やと思うんですけど、知らない人はそう思う人が多いんじゃないかなって言ってました。それでだから拒否するんじゃないかなって言って。まあ確かにうんことかおしっことかそれはね、されたら困りますけど、ちゃんと盲導犬っていう、法的には認められてるものなんですから、ね、拒否したらダメですよね、ちゃんとね。拒否を。それでまあ、どうしても入れてくれやんで困っとった場合は、盲導犬協会に言ったら、言ってくれるみたいで、まあ言ってくれて入れてくれるかどうかわかんないですけど、まあ入れてくれると思うんですけど、盲導犬、揉めそうだったら盲導犬協会に、まあ言うのが一番みたいなんで、っていう感じです。まあでもですね、まあできたらね、店の人、入れたってください、本当に。犬と共にね、その人はいるんですから、そういう人のためにちゃんとね、やっぱりね、いいも何もね、何も言わない方がいいと思うよ、そんなんね。でも、聞かなあかんっていうのもなんかおかしな話もあるし、で、なんでそれを、拒否するかっていうのも僕もおかしいんですけどね。盲導犬をね。ね、まあ普通のね、犬とか猫とか動物はダメですけどね。ダメなんですけど、ちゃんと盲導犬って言ってるんで、ね、拒否はダメだと思います。だからまあ、いろんなことが、まあヒューさんフルートだけで言っとるけど、いろんなことがあんねえって言われたんですよ。ヒューさんは、だからフルートだけで言うとでええなとかって言われました、いつも。まあ、あとなんですけど、さっきの、まあ、習い事に戻りますけど、まあ、ホームページの方もちょっと出てましたので、今回ね、ちょっとフルート習ったところの、ちょっとホームページを、まあ、出したいと思います。まあ、これはね、ホームページなんで、公式に出てたはずなんで、まあ、出してもいいと思いますので、ホームページに出てたやつを出すということは、まあ、法的にもダメなんで、あれなんですけど、で、笛吹きネズミさんっていうのは、こういう YouTube とかも出しています。こういう YouTube とかも出してまして、で、この人は、まあ、フルートが、まあ、フルートのレッスンされてる方で、他にもクリスタルフルートとか、日用品の改造笛って言って、ほうきとか、筒とか、で、何でも筒を、まあ、笛にするっていう人です。それで名前はまあ、笛吹きネズミさんっていう人みたいで、こうやってこういうチャンネルもありますので、まあ皆さんよかったら見てください。それでホームページで、1000万人をなんか目指してるって言いました。チャンネル登録者を。で、1000万人になったらなんか使える機能もなんかあるみたいなんで、まあ僕は到底ね、今177人なんで、到底そんなもん無理なんですけど、で、今、この人の今、チャンネル登録者数っていうのは、さっき見たんですけど、ちょっと今増えてるかもわかんないですけど、357でしたね。357人の方が登録されてるみたいなので、まあ、この人の動画はもう演奏ばっかりなんで、楽しめると思います。で、こういうのとかが、指が置いてると思うんですね。こういうやつなんですけど、こういうのがあります。こういうのがね、ありますので、ちょっと持ってないとできないんですけど、すいませんね。こういうやつとかが、こうやって動画がいろいろ出てますので、まあ皆さんのお暇があった時、まあ見てください。それで、こういう感じです。
まあ、面白いですよ。面白いです。なんか面白いですね。面白いですから。またね、見てチャンネル登録とかもまたね、お願いいたします。高評価もね、またよろしくお願いしますね。それと、一応、ホームページとかもね、ちょっと、こういうホームページがありまして、で、これが笛吹ネズミさんの、まあ、ホームページです。あ、まあね、入力すると難しいので、シリにね、笛吹ネズミさんのフロート教室のホームページといったら出てきますから、こういうホームページがあります。で、こういうやつです。こういうやつですね。こういうやつです。こういうホームページで、こういう、でポメラリアンの、メスのポメラリアンみたいです。こういうやつですね。なんかちょっと変なのできました、画面が。ちょっと。ですね。こういうやつです。こういうやつですね。ホームページです。またよかったらね、皆さん興味がありましたら、また検索してみてください。一応ですね、一応、ここに出てますので、名前をおっしゃいますと、福谷和美さんっていう方みたいです。京都出身の方で、堀川音楽高校を出られてるみたいで、総合音楽大学を出られてる方みたいですね。で、ホームページとか、皆さんもし興味がありましたら、また検索してみてください。クリスタルフルート、ね、簡単なものかなと思って僕も見せてもらったんですけど、簡単に吹けるんかなと思ったら、いや、全然難しかったんですよ。で、フルートっていうのは、ちゃんとキーがあって、ちゃんと抑えられるようになってるんですけど、クリスタルフルートは、難しかったですね。なんか遅いしとかも全然なんかおかしいし、それでフルートってこうやって横向いてこうやって持って吹くやつなんですけど、こうやって。斜め45度に持ってフルート、斜め45度って言うんですけど、こうやって前に構えて斜め45度なんですけど、それでクリスタルフルートっていうのは横笛と一緒なんで、こうやって、よく祭りで吹いとるような、しのぶえみたいな感じの吹き方の笛なんですよ。それで結構ね、指が、押しづらい。それで、指穴、穴が開いとって、指穴を塞いで音を変えていくようなものです。クリスタルフルートも。それだからお祭りとかのよく忍笛とかとよう似てるんですけど、位置が違いますし、それで、運指って言ってね、長とかの、音の長とかも違いますから、ピアノとは合わない楽器みたいで、みたいです。だからクリスタルフルートは、一番安いやつで、1000円ぐらいのもあって、高いのやったら1万円ぐらいって言ってましたんで、割と、お手頃に買えるみたいで、それで、通販サイトの、ところでなんか買って、それで興味を持ったみたいで、それでクリスタルフルートのいろいろ奏法とか、いろいろ技とかもこの人は勉強したみたいで、それで、クリスタルフルートの一人者って書いてありました。それで、面白いですね。面白いですから、動画もそう面白いですから、結構再生回数とかもそこまでなかったみたいなので、でも、皆さん多分知らないだけだと思うんですよ。それクリスタルフルートって何やろって思うかもわかんないですけど、それ綺麗なね、ガラスの横笛なんですよ。綺麗な。それフルートっていうのは金属なんで、金とか銀とか、銅はないんですけど、木とか、あとプラチナとか、24金とか、14金とか、18金、9金とか、あると思うんですけど、あと、洋銀とか、総銀とかってあると思うんですけど、それとは、全然関係ないんですけど、それ、全然ピアノともありませんから、クリスタルフルートっていうのも、
まあ一応フルートって、まあいろんなフルートがまあ世界にあると思うんですけど、まあそのうちの一つだと思うんですけど、そのクリスタルフルートっていうのは透明な、まあガラスの笛ってことですね。それでまあ、絵柄、綺麗なね、絵柄が咲いとるあのクリスタルフルートもあれば、まあ、あの透明なあのクリスタルフルートもありました。それでいろんなね、絵柄のやつが選べるみたいで、割と結構ね、その、まあ、CD と合わせてもなかなか音が合わないもんで、まあ、結局、まあ、買ったけどやめちゃうという人も多いみたいですから、まあ、なかなかね、自分でやるっていうのは、まあ、難しいかなと思うんですけど、まあ、綺麗で興味があって、買ってみて、まあ、やってみようかなってなるみたいですけど、なかなか曲と合わないみたいで、それやっぱり蝶とかも、まあ、ちょっと違うんかなって僕もですね。だからまあ、フルートと思っとったけど、フルートではないっていう感じです。だから、フルートと同じような、まあ、音出るんかな。ちょっと低いような音がしますね。ちょっと低いようなっていうか、まあ、ガラスが鳴っとるような、まあ、音がします。それでまあ、どういう音がしますかというと、ちょっと、ここでね、音を出してみようと思います。まあ、フルートの音ではないんですけど、まあ、ちょっと途中終わりますけど、まあ、こういう音です。クリスタルフルートというのはこういうのと、あとねこういうちょっとね不思議な映像とかもありますね。ちょっと面白い映像もありましたので、これですね。これは雨雲レーダーで雨雲の接近に備えよう。コマーシャルですね。ヤフージャパンアプリを今すぐ無料ダウンロード。で、まあ皆さんも聞いたことあるような音楽、水戸黄門が出てきたんですけど、この曲もそうですね。ラジオ体操ですね。
とか、まあ、今はね、あのラジオ体操をやったんかもしれませんね。ラジオ体操ですね。ラジオ体操から始まって、あの、愛の挨拶、パフェルベルのカノンでしたね。まあ、あの、よくどこでも聞いたこと、まあ、皆さんが聞いたことは、いろんなクラシックの曲でした。それで、あとですね、こういうのもあります。まあ、ちょっと見て、まあ、笑っちゃったんですけど、面白かったんで。これですね。時間がかかってしまうからすいません。こういうのとかね、こういうのがあります。これですね。FX を始めてみたいあなたに入門アプリビートレ。何から始めていいかわからない。これはね、フェルーのね、フェルーっていう曲です。すいません、曲の名が分かんないので、笑っちゃいましたけど、ごめんなさい。笑ったらダメなんですけど、それあと、こういうのもあります。これはね、いいかもしれませんね。
すいませんね。ちょっとええとこで終わりまして。まあ、この続きは皆さん聞いてください。また、登録してもらって。この植物は何ですか？コマーシャルです。ピクチャーリスアプリで写真を撮り、数秒で識別しましょう。ちょっとね、コマーシャルが引っ張れたんですけど、まあ、この続きはまた聞いてください。全部やったら終わりませんから、すいません。途中で終わるんですけど、あと、こういうのもありますかね。どんなにありましたかね。どうですか？いかがですか？皆さん。なんか、ちょっと楽しい人ですよね、なんか。面白いなって僕思うんですけど。あ、これや。これですね。これです。まあこういう感じの動画がちょっと手につけます。こういう動画がまあいろいろありますので、まあ皆さん興味がありましたらまた見てください。でまたチャンネル登録とかもね、まあ僕のチャンネル登録は別にどうでもいいので、あチャンネル登録もしてあげて、またとグッドボタンもまたよろしくお願いいたします。あとそれとですね、フルートをね、まあ、習いたい人、まあ、目の見えない人はもうね、お断りされると思うんですけど、僕のことがあるので、もう目の悪い人は、断られると思うんですけど、まあ、皆さん興味があって、まあ、クリスタルフルートのレッスンもされてるみたいなので、まあ、フルートのレッスンもされてるみたいですけど、あと、ピッコロのレッスンもしてるみたいなので、まあ、皆さん一回興味がある方はね、一回、足を運んでみてください。問い合わせて。ホームページで、いろいろ連絡出てましたので、あと、ちょっと皆さんにちょっと注意しとくんですけど、ホームページに、生き方とかっていうのが書いてあるんですよ。それちょっとね、まあ、僕が言うたらこんなのダメなのかどうかわかんないですけど、京阪神宮丸太町駅っていうのがあるんですよ。それそこから徒歩20分ってホームページには書かれておるんですけど、その神宮丸太町はちょっと気をつけておいた方がいいんですよ。それで神宮丸太町、京阪の神宮丸太町は、京阪応答線っていう線なんですよ。で、京阪電車っていうのは、京阪の、京阪本線がそう走ってるんです。京阪本線っていうのは、大阪淀屋橋から、出町柳、京都の出町柳まで走ってるんですけど、これは出町柳は一応京阪は京阪なんですけど、
京阪応答線っていう名前があるんですよ。それでこれは、三条、京都の三条駅っていうのは、地下鉄の、東西線の地下鉄の三条駅っていうのがあるんですけど、その三条駅、その三条駅っていうのは、京都市営地下鉄東西線と、京阪本線の、共同駅なんです。それで、まあ、京阪で来られる方は、まあ、これはしょうがないんですけど、バスでね、例えば京阪で、もし大阪の方から来られる方は、祇園で降りていただいて、祇園からバスで、岡崎道に行くバスが出てます。出てましたので、商店街の市場通りのところにバスがありましたので、バス停が。そっから行くのが安いです。それで、京阪オート線っていうのは、なんか前、他のね、鉄道会社がどこの区間やったらしいんですよ。で、名前僕忘れちゃったんですけど、ちょっとこの間ちょっと聞いたんですけど、三条、京阪の三条駅から、出町柳の区間は、京阪応答線っていう線なんですよ。それで、ちょっと運賃が上がりますから、気をつけてください。で、ちょっと僕もね、高いって言われたんですよ。なんでそんなとこが高いんやって、その2区間があって思ったんですよ。それ儲けとんのかなと思ったんですけど、それ前違う会社がやっとって、その違う会社を、まあ、京阪が、まあ、買い取ったっていう感じなんですよ。で、結構ね、その費用が高かったみたいで、まあ、皆さんちょっと京阪でまた調べてもらったらと思うんですけど、一応京阪電車は、まあ、皆さんようテレビでとか、まあ、いろんなところでいろいろ調べたら多分知ってると思うんですけど、大阪淀屋橋から京都の出町柳が、まあ、京阪本線って言われてますけど、一応、出町柳というのは京阪とは言うんですけど、京阪応答線って言うんです。だから三条からは、三条までは普通の京阪本線と言うんですけど、まあ、細かく言うと。で、三条から、その出町柳のその2区間の部分っていうのは、京阪応答線って、まあ、ヤフーの、時刻案内にも出てますので、値段がちょっと高くなりますので、ご注意ください。それ承知で乗られる方は、まあ、しょうがないと思うんですけど、でね、20分は偉いと思います。20分で書かれてるんですよ。ホームページには20分とは、神宮丸太町から20分とは書かれてるんですけど、まあ、お金がもったいないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、祇園からバス乗るとかがいいですね。まあ、20分は多分あんま歩きたくないと思いますので、それわからないとかやったら、道がわからないと、まあ、道はわかりやすいんですけど、結構20分でありますから、京都っていうのは夏はすごい暑いとこなんですよ。で、冬も結構寒くて夏が暑いってことなんで、まあ、最近ね、異常気象で、なんか春とか秋があんまり短いっていうことになってるじゃないですか。だからまあ、今、すごい9月でもまだ夏みたいに暑いじゃないですか。本当は秋なんですけど、それなんか話に聞くと10月ぐらいまで暑いっていう話で、秋の感じが来るのは、まあ、11月頃って言われて、まあ、秋がさっと終わって冬が来るっていう話を言ってましたので、まあ、これからもそうなると思いますので、まあ、全然それと関係ないんですけど、まあ、それってのは、だから京都っていうのは、ものすごい暑い、せいで寒いっていうところのイメージのところなんで、まあ、実際そうなんですよ。だから、まあ、習い事行って降ると思って、そんなね、20分も本田歩きたくないでしょ。まあでもちょっと高いんやったら、まあ20分歩くよりか、まあバスちょっと、祇園市場駅っていうところで降りて、バスに、203系統の、203系統やと思うんですよ。僕、岡崎道なんですよ。この笛吹ネズミさんの、最寄りのバス停ってのは。で、そこから203系統のバスで僕乗ってきたんですよ。多分その203系統の逆の203系統と思うんですよ。多分一緒だと思うんですよ。祇園市場から。で、祇園市場っていうのはバス停が、まあ、2つありますので注意してください。バス停が。市場通りにあるバス停と、
八坂神社の前にあるバス停がありますので、それで行き先が全く違います。それで四条通りのバス停が岡崎道に行く方です。それであっちのね、その言うとった八坂神社のとこに通りにあるバス停というのは京都駅に行くバス停なんですよ。だからバスが本数が多いために、多分あれはね分けてあると思いますわ。まあ行ったら、まあすぐバスがね、その2つちょっと離れたところにあるんで分かると思いますけど、まあそれ注意してください。203系統で行けると思います。行けると思いますけど、というか、まあ調べてもらったと思うんですけど、ちょっと調べてみましょうか、これで。ボイスオーバーオン。はい。ボイスオー。すいませんね、ちょっとお手間がかかりまして、ちょっと調べてみましょう。祇園。これね、出るんですよね、これね、最近こういうのが出るから、わかるんですよ。祇園スラッシュ京都市営バス、京都、祇園、検索フィールド、祇園で、アスカイ町、アスカイ町、多分ね、岩倉大詐欺町、ここで岡崎道で、岡崎公園動物園前、大宮松原、大宮田、岡崎公園美術館平安神宮前、岡崎公園ロームス、岡崎神社前、岡崎道、岡崎道、これですね。この岡崎道が今祇園から出てきましたので、これで何の系統が出てくるかすと、スポットレジストボタン押し、やっぱり203系統ですね。岡崎道からも203系統のバスが、まあ祇園の方に行くバスで203系統というバスが出てます。それで画面で表示、祇園から岡崎道に行く方の道も、まあそんなには混んでませんので、まあその、歩くのはね、まあ偉いやろ。まあお金を、まあお金はまあ安くで済むと思うんですけど、応答せんなんで、ちょっとそんな行くかなぐらいなんで、そんな高ないとは思うんですけど、まあ歩くのが嫌やし、ね、そんな、ちょっと応答せんで高いで嫌やと思った人は、祇園市場からまあバスに乗る方法もあるということです。すいませんね。僕はいらんこと言いまして。それで、まあ、京阪丸太町駅から20分で書いてありますので、まあ結構僕は偉いかなと思います。それで、その、岡崎道から笛吹ネズミさんのご自宅の、まあ一応まあ自分、皆さんで調べてもらったらと思うんですけど、Google マップとかもありますので、道が複雑なので、迷わないようにご注意ください。まあ迎えに行ってもらえたらと思うんですけど、まあ、見えてる人なんでね、見えてたら迎えに来てはくれないと思うんですけど、自分で行ってくださいって言われると思うんですけど、結構迷うとこなんで気をつけてください。っていう感じです。まあ、ちょっといらんこと言っちゃったんですけど、笛吹ネズミさん申し訳ないです。それで、まあその、あとですね。まあ本当にね、笛吹ネズミさんは本当に親切な方で、本当にバス停迎えに行きましょうかって言って、でバス停に着いたら迎えに電話してくださいって言って、でまっすぐ来てもらって、で帰りもバス停まで送ってもらったんですね。そういうの2回してもらったで、でまあ僕自分で行ったんですけど、まあ2回ぐらい迷ったんですけど、まあ最後は覚えたんですけど、まあ結局こういう結果になったので、もう行くということがなくなっちゃいました。それでまあちなみにどうやって行ったかと言いますと、まあ、京都までね、近鉄で行って、で、京都駅から京都市営烏丸線っていうのに乗っていただいて、京都市営の、丸太町。丸太町って言います。烏丸丸太町って言うんですけど、一応丸太町って言いますから、それでそこで降りていただいて、一番出口ですね。一番出口を出てもらって、でバスは90、
3系統と204系統のバスが岡崎道に行くバスです。あの、203とか200、まあ203はそこは来ないですけど、203っていうのは祇園の方なんで来ないんですけど、あの、202とかに乗ると行きませんからね。ちょっと一つ違うだけでも行くやろって思うんですけど、全く違うところに行きますから注意してください。あの、いろんなバスがいっぱい来ますから注意してください。あの、まあ、書いてあると思うんですけど、あの、93系統と204系統のバスなので、あの、絶対間違わないでください。まあ、知らないとこ行ったら、知らない人は大変なんで気をつけてください。そんな感じです。あの、そういう風に行くと、前はね、101やったかな。そういう直接、もう番号その番号もないんであれなんですけど、前は京都から岡崎道に行く直接のバスもあったんですが、コロナの影響でなくなったそうです。また違う系統のバスになったみたいで、それはもうバス一本で行くことはできません。だから京都駅から、まあ、京都地下鉄烏丸線に乗って、途中でまあその丸太町、あの、烏丸丸太町で、まあ、バスに乗り換えないと、まあ、いけないということです。まあ、いろいろ考えたんですけど、行く方法は、ないんですよ。それか、まあ、バスだけで行く方法もあるんですよ。バスだけで行く方法っていうのは、京都駅からね、祇園までバスに乗って、で、祇園から、京都駅から祇園に行くバス何系とかちょっと忘れちゃったんですけど、祇園から203系統のバスに乗って、岡崎道に行くっていう方法もあります。そしたらバス一本で行けますから、まあ、普通の方はまあ、割引ないので、それで、バスなんですけど、IC カードの場合は、90分以内に2本目のバスに乗ると、乗り継ぎ割引っていうのが適用されるらしいです。で、最近ちょっとそれ知ったんですけど、それ僕その話を聞いたんですけど、半額の方はそれできませんからって言われたんですよ。それ僕は120円で乗れるんで、120円なんですけど、一般の方は多分230円だと思うんですけど、90分内であれば乗り継ぎ割引というのは提供されますし、バスとかもここいっぱい出てますので、まあ、90分、まあ、そんな待たない、30分も待たなくてもいいと思いますけど、まあ、バス停は、まあ、ディオン、のバス停ってのは2つありますから、まあ、割と近くにありますから、その2つも。離れてはないので、すぐわかるかと思います。だから、バスで、まあ、行けるんですよ、1本でも。だから、バスは乗り換えないといけないんです。バス1つの種類のバスで行けるんですが、乗り換えが必要です。だから、祇園に行って、祇園から、岡崎道に乗るっていう方法のバスです。それ僕も、バス停が見えないもんで、よう探せないもんで、そういうことできなかったもんで、それで、時間がかかりますから気をつけてください。それで、特に、春とかね、秋とかの行楽シーズンだったら、まあ、バスが結構容器乗ってますし、それ渋滞とかが発生しますから、気をつけてください。それで何かね、ちょっと僕、ちょっと軽い話を聞いたんですけど、それでちょっと僕、11月にオルガンのコンサートが京都コンサートホールであるんですよ。それでまあ、ちょっと京都コンサートホール一回見たいなと思って、オルガン聞きに行くんですけど、それでまあ、コンサートがまあ2時からということで、まあ、ちょっと僕、祇園に行こうかなと思って、それで甘いもんいろいろ食べてから行こうかなとか思ったんですよ。それで、まあ、ちょっと京都からバスに乗るのは、普通やったら30分で行くんですよ、祇園まで。それでなんか話に聞いたら1時間かかるみたいで、それでまあいいこと考えたが、まあ皆さん近鉄、大和西大寺方面から乗られる近鉄の方は、もし祇園に行かれるんやったら、丹波橋で降りていただいて、京阪に乗っていただいて、祇園市場駅で降りたら祇園に早く行けます。で、丹波橋から、祇園市場駅、まあ、近鉄とは全然違う会社なんですけど、すぐ隣が京阪電車があります。だからな、京都方面の乗り場の隣に、まあ、京阪がある感じなんですよ。一回、
改札は出ないと乗れないんですけど、すぐ隣にありますから、上がっていただいてすぐ左にありますから、京都方面に行く場合で。それで、その、丹波橋から、祇園市場は、特急で約10分で行けますので、10分ですよ。で、値段は270円でちょっとかかるみたいですけど、で、距離はね、7キロぐらいって言ってましたので、京阪の方が。で、駅自体は、7つぐらいかな。7つぐらい駅が、7つぐらい駅あります。7つぐらいあるんで、まあ、特急はそれ全部抜かしますから、特急かね、快速急行とかが出てます。それで、準急っていうのがあるんですけど、準急はその部分は全部各駅なので、もうちょっと時間かかりますけど、まあ、そんなには時間かかりませんので、もし、祇園って言ったら、まあ、すごい観光地で、八坂神社とか、まあ、ちょっと行くと清水寺とかあるとこなんですけど、最近ちょっと知ったんですけど、京阪電車に乗っていくと、まあ、丹波橋から行く場合は素早く行けますので、その代わり京都の方に行くと、で、丹波橋から京都までだいたい10分くらいかかるんですよ。近鉄で。で、また京都から、で、またバスに乗るのに、またそれまでに、まあ、歩いていろいろ探したりとかして、まあ、早い人だったら10分くらいはかかると思うんですよ。で、それでまたバス乗ると、まあ、運が良かったら祇園までは30分で行けるんですけど、もう少し、もう今ぐらいかな。もうちょっと11月か10月ぐらいになると、秋なんで、それもみじを見に行きますから、皆さんが。それで観光時になるんですよ。それでバスがめっちゃ混みますから、それ1時間ぐらいはかかるという話を聞いたことあるので、京阪の人から。だから、京阪の人が言わせると、すごい便利ですよって言ってましたよ。で、京阪電車っていうのは、京都駅には、まあ、行かないんですけど、まあ、ちょっと不明やなって僕思ったんですけど、京都っていうのは、淀屋橋から、京阪っていうのは、大阪淀屋橋から、京都の出町柳まで行くんですけど、で、出町柳、まあ、応答線って言ってたんですけど、三条から三条で、神宮丸太町で、出町柳っていうのが、まあ、応答線って言っとったんですけど、一緒ですから、そのまま行きますからね、電車は。応答線って言うんかどうか僕わかんないですけど、その区間乗ったことないんで、まあ、応答線って言うと思うんですけど、一応、京阪は京阪ですよ。だから前の会社の、鉄道のやつを、まあ、買い取ったんで、それをの借金を返すために、運賃をちょっと高く上げてるみたいなんで、その三条出町柳っていうのは。それで、その京阪っていうのは、すごいですよ。観光地を、通ってくるんですよ、いっぱい。藤森神社とかね。あと、伏見稲荷の近くとかも電車通りますからね。あと、東福寺っていうすごい有名な、お寺があると思うんですけど、東福寺は、JR 奈良線との主要駅なんですよ、京阪が。京阪っていうのは、まあ、そのまま、まあ、奈良線、JR 奈良線は京都駅に向かうんですけど、京都駅はやっぱりいっぱいみたいで、京阪はそのまま、もうまっすぐ、もう北の方へ上がっていっちゃうってことです。京都の、まあ、市内に入っていっちゃって、七条っていう駅があって、次は清水五条があって、で、祇園っていうのがあって、それで三条っていうのがあります。それで、神宮丸太町で終点の出町柳っていう駅に行きます。そういう感じです。だから七条で降りても、まあ、バスはあります。だから、バス乗りたがる人でも、まあ、京阪に、まあ、ちょっとお金いるんですから、早く行きたいわって、はい、バス乗りたいわって方やったら、京阪で、まあ、京都の市内に出て、そこからバス乗るっていうのが一番賢いみたいです。まあ、普段のね、時間でも、最低でも30分かかりますから、バスが。京都から。そこまで行くのに、丹波橋が結構時間がかかるんですよ。よく考えてみたら。それ僕もそれは知らなかったんですけど、今まで。それ京阪電車っていうのはよう分かんなかったんで、それ京阪電車、まあ大阪の枚方に行くのにまあ乗ったことがあって、それでなんなんよなと思って、この京阪電車はって、それなんて京都行かんねやとか思っとったんですけど、
まあどうやら京都駅もまあいっぱいということで、で東福寺からまあ北の方に上がってって、まあ京都駅をまあスルーしてスルーするんですよ。スルーしてまあ七条行って、それでまあ清水寺とか、あの祇園の方行くんですけど、あの清水五条とか祇園とか三条とか、あの神宮丸太町とか出町柳っていうんですけど、あのここにも出てますかね。で時間がなかったんですけど、あの乗り換え案内戻るボタン戻るボタン、岡崎公園戻るボタン戻る、編集ボタンタブバー、選択中の事故ボタン、検索フィールド音声入力、丹波橋、近鉄丹波橋丹波橋京都っていうのがあって、淀屋橋中黒淀方面、出町柳中黒三条方面、淀屋橋中黒丹波橋ボタン、17京阪本線で、まあ、丹波橋からは駅としてはまあ祇園市場前の駅は快速急駐車島向こう17丹波橋向こうボタン、市場向こう、祇園市場向こう、これ特急の時間でしたね。すいません、ちょっと間違えました。と、淀屋橋中出町柳線丹波橋ボタン17-26準急1京阪本線住染向こうボタン、藤森向こう龍谷大前伏見稲荷向こうボタン、鳥羽街道、東福寺、七条、向こう、ボタ、東福寺ですね。七条、向こう、ボタ。それでこれ七条で、清水五条、向こう、祇園四条、向こう、三条、京都府、神宮丸太町、向こう、出町柳、向こう、ボタン。一応これ続いてるので、これ自体が続いてるので、どれがまあちょっと応答せんかわかんないですけど、一応出町柳で見たら京阪応答線になってましたので、あの三条から出町柳のその2区間の部分はまあ京阪応答線っていう、まあ京阪なんですけど、まあ前の会社をまあ買い取ったということで、その借金を返すためのものって言ってました。だからちょっとその運賃がちょっとそこは高いっていうことです。それ清水五条っていうのはまあ、よりよく、まあ、清水寺に、まあ、近いっていうことみたいです。一応、まあ、あの、京阪っていうのは、あの、東福寺を、から、まあ、北の方に行きますと、あの、京都の地下に入りますので、地下区間になりますので、まあ、わからないと思うんですけど、まあ、駅をね、聞いたら、まあ、大体どこかっていうのはわかると思います。あの、清水五条やったら、まあ、清水寺かなと思って、で、祇園市場やったら祇園かなって言って。それで、あの、結構ね、あの、観光客の人も結構この京阪に利用されるみたい で、バスがやっぱり時間かかるから、あの、観光客の人は知らないと思うんですけど、京阪ってあんま乗らないから、遠くから来た人は。京阪乗らないと思うんですけど、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、遠いとこから来て、ちょっと奈良へ観光に行って、まあ、京都行こうかって、京都の市内を見たいなと思う人は、まあ、奈良から昼間やったら、あの、国際会館行きっていう、あの、急行が出てるんですよ、近鉄の。奈良から。近鉄奈良から。それで、それっていうのは、途中の、あの、武田っていう駅なんですよ。あの、京都線に。近鉄の。で、武田で、京都市営烏丸線と、まあ、近鉄が分かれるんですけど、京都市営烏丸線に、この急行が乗り入れてるんですよ。それで一部の普通とかも乗り入れてるんですよ。あの、奈良線、まあ、京都から、あの、奈良から行った電車とか、まあ、途中の京都線の途中の、あの、新田辺から行く電車とか、まあ、一部の電車が京都市営に乗り入れてるんですけど、あの、まあ、その行き先によって、まあ、皆さん考えてもらったと思うんですけど、地下鉄のがね、まあ結構出口いっぱいありますから、まあ、京阪の方が僕はいいかなと思います。その場所にもよるんですけど、
京阪は結構あの観光地のとこに行きますから、あの丹波橋で降りて京阪に乗った方がそのまあ京都の市内にまあ10分ぐらいで祇園に行けますから、あの祇園っていうのはすごい観光地ですから、バスで行くよりかはまあ6分の1ぐらいで行けるって考えておいてください。まあ1時間ぐらいは見といてください。あの普通でもあの大変なんで。それとあのもう一つ言っときますけど、あの京阪のあの祇園四条駅と、まあ皆さんよくあのまあ勘違いそうした人いると思うんですけど、あの僕もあのはっきりと見たことないですけど、まあ YouTube の動画で僕見たことあるんですけど、あの京都のあの祇園四条の駅とあの阪急河原町の駅はすぐ近くみたいです。すぐ近くみたいですからね。だからまあちょっと歩いてったら阪急河原町っていう阪急の電車にも乗れるみたいなので、まあそれは知っといてください。なんかね橋を渡るとなんか乗れるみたいなんで、あのまあ大きな橋大きな川があると思いますわ。あの京都には鴨川やったかな、まあちょっとダメなんですけど、あの三条大橋とかってあれ言うんですかね、あれ確かあのよく一休さんとかで出てくる、多分あの三条大橋ってあの三条大橋かなって僕思うんですけど、それであの三条っていう、まあ、先ほど言ったと、まあ、当てはまると思うんですけど、あのその祇園四条駅とあの阪急河原町の駅はあのすぐ近いですからね。だからその阪急河原町駅から阪急に乗ると、まあ、梅田とかにまあ1時間、まあ、50分ぐらいで行けるみたいなんですよ、梅田に行こうとしたらっていう感じなんですよ。だからまあ皆さんよかったらあの京都観光に行く場合はまあいろいろとちょっとまあこうやっていろいろ調べてみて、そしたらすぐねあの分かります。あのヤフーのね時刻案内で僕知ったんですよ。そしてまあ京阪とかまあいろいろ乗ってみたらあのまあバスより早いなと思って、バスあんな1時間もかかるやんかとか思ったんですよね。あの祇園とかあのまあ祇園のねあの八坂神社、まあ皆さんあのまあ僕の知ってる人とかでもあの初詣とかよく行ってたみたいですけど、まあバスで本当に時間かかっとったって言うとって、まあ知らなかったんやと思いますよやっぱり。だから京阪にまあ乗ってって、まあその行き先にもよるんですけど、まあ京阪で行くか丹波橋で、それでその国際会館の方にもし行きたいんやったらあの武田で京都市営烏丸線に乗った方がまあ楽なんですよ。で地下鉄も武田駅から乗った方が楽なんです、乗り換えた方が。で京都の近鉄の終点っていうのは新幹線の下なんですよ。で隣近鉄の乗り場っていうのは京都は2階になるんですよ。それで地下鉄の乗り場が結構離れてますから大変ですよ。あの武田はホームが一緒なんですけど、あの京都駅は地下に完全に地下鉄があって、近鉄は全然場所がちょっと違うんですよ。駅の中でも違うので、それで行くに地下鉄の中へ、まあ、地下鉄に乗ろうとすると、まあ、10分ぐらいはまあかかるかと思いますので、あのそれ注意しておいてください。あの地下鉄乗りたい場合は、地下鉄はまあ奈良から一番乗りたい場合はあのその直通に乗っていくか丹波橋でまあ乗り換えていただいて国際会館の方に行く地下鉄乗った方があの楽ですから。それでまあ先ほど言った祇園の方とかあの清水の方に行きたい場合は京阪に乗った方がすぐ行けますからね。まあちょっと値段高いんですけど270円って言ってたんで、祇園までは祇園市場までは。それでまあ皆さんそれを一回ちょっと活用してみてください。では皆さんあの動画は今日も非常に長い動画やったんですけど、まあ皆さんよかったら動画、私の動画よかったらグッドボタン押してもらって、またチャンネル登録とかもまたよろしくお願いします。ふえふきねずみさん、短い間でしたけどありがとうございました。本当に、ふえふきねずみさんにはまた会いたいなと思ってます。で動画とかもね、見ますし、動画面白いんで、ふえふきねずみさんの動画はずっと見ます。教えてもらえなくても。まあ、ふえふきねずみさんにね、また習いたいなって思ってます、本当に。また、ふえふきねずみさんは、多分もう、
今視覚障害者の小生徒は大変やで、もうええわって思うかもしれないですけど、視覚障害者にもいいところはあると思いますので、まあ、気を長く持ってください。また視覚障害者の人が来たら、まあ、できたら断らないでください。僕は断られてももう、断ったんで断ってしまったんですけど、まあ、視覚障害者の人が来ても、受け入れてあげてください。本当に視覚障害者は、どこも習えませんから、習うとこ本当にないんですよ、ほとんど。だから世の中の 90% ぐらいは僕は難しいと思いますから、10% はいいんかなと思うんですけど、その 10% も危ういですからね。よろしくお願いします。では、これで、いつも、長いこと動画すいません。今日も長いこと時間お付き合いいただきありがとうございました。これで失礼します。